はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。久々にね、2週間ぐらいね、禁酒してましたが、めでたくね、解禁しまして、また今日からね、飲んでいきたいと思います。それでは、早速、こちら、生ビールですね。日立のネストラガー。日立のネストラガー。木内酒造合資会社。モルトの旨味、ホップの軽快な風味が特徴的な明るい色合いの仮面発酵ビールです。爽やかな風味をお楽しみください。となってます。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 5.5%。木内酒造合資会社は茨城県の会社ですね。これ確か、コンビニに売ってた気がする。最近ね、あれがダメになった。ビールがね、なんか苦手になってきた。なんか吐き気がするね。ビールを飲むと吐き気がする。日立のネストビー。それ乾杯。ん？苦い。これ以前ホワイトエール飲みましたね。苦いね、これ。あれ？ラガーが書いてないぞ。あれ？あれ？ホームページに載ってないぞ、このラガー。なんだと。限定醸造。限定販売ビールです。だって。インターナショナルスタイルラガーというビアスタイルがベースになっていて、麦わら色の明るいボディに可憐なホップの香りとモルトの甘みが調和しています。これ苦いですね。うん。苦めで、ラガー。ラガーか。なんかラガーっていう感じしないな。なんかペールエールっぽいね。ものすごく。柑橘系の香りもするし。うん。ラガーっていうよりほとんどペールエールに近い。うん。柑橘系の香りもするし、苦いし、うん。うん。これは、なんやろな。ラガーっていうと、まあ一般的に、ラガービール。の味を思い浮かべるんですが、かなり、風味は強いですね。これが果たしてラガーって、本当にラガーなのか。本当にこれラガーかよっていう味しますけどね。ラガーっていうと、もっとこう、薄くて、アメリカンラガー的な、いわゆるハイネケンとか、あそこら辺の、感じを思い浮かべるんですが、全然、ラガーというか、なんだこれ。全然ラガーじゃねえ。
全然ラガーしてねえぞっていう味してますね。苦い。とにかく、まず苦い。かなり苦めですね。で、味が濃い。濃い。味が濃い。味っていうか風味が濃い。香りも強いし。どうしてもアメリカンラガーとかを思い浮かべるとすごい薄いイメージがある。ラガーって。これは全然違います。あくまで、仮面発酵のビールだけど、ラガーのテイストっていうか、ビアスタイル的にはこうラガーじゃないみたいな。感じがしますね。11月の21日と。コク。甘み。苦い。この苦さがね、ちょっと苦すぎる感じがするんですよね。4243です。ご視聴ありがとうございました。